王光年から1919 19年は、新末から中華民国のアホン、イスラーム学者。ナワカンでイスラーム名は、ハーチ・アブドゥル・ラフマーン。王光年は1848年に、北京に生まれた。ナワカンでイスラーム名は、ハーチ・アブドゥル・ラフマーンであった。彼は、中国のイスラームを起こすには、教育制度の改革が必要だと考え、真っ赤巡礼を行い、 エジプトやヨーロッパに留学した後1904年に帰国し、王雄造やタチューラ星などのアホンと協力して、北京の牛い精神寺に海峡師範学堂を創設した。ここではアラビア語やペルシア語の教典のほか近代的な教育を提供した。彼は宗教改革を提唱し、アラブのイスラームと教法の統一を図り、クルアーンに従って、 旧来の中国のイスラームの習俗を改革しようと、したが保守派の反対を受け、排斥された。彼の廃校である後からとって、応募漢人と罵声を浴びせられたこともあったという。4年後の1911年には、生まれ故郷の北京で中国海峡と模身会を設立し、同時に理事長を務めた。これらの宗教改革や近代化にはムスリムが中国内で、 生き残るためという意図があったという。侵害革命の際に、王光年は新国家に反対する中国西北部のムスリムを説得し、愛国的な姿勢を中華民国に示した。中華民国が成立した後、辺境部の統治政策を推進する目的で、皇族国民合審会が設立され、王光年は会代表に選出された。また、 政府機関である孟像事務局がご族協和の理念を、偏教に宣伝する目的で創刊した、盲文白和法、倉文白和法、海文白和法のうち、王光年は海文白和法の主筆に任命された。王光年は1919 19年に死去した。ありがとうございます。